うまい、やばいね、パンが。パンが、うん、普段食べ、ね、可愛いと思った。嬉しい。持って帰りたい、家に。マジ、うち来る？うち来る？うち来る？超リンリンリン、リンリンリン。超シャンシャン。超、ね、サブーン。超マッカ。僕たちが超重大。クリスマスみたいだった。イエーイ。はい、ということで本日の企画は、はい、ケンタッキー大食い。イエーイ。イエーイ。やったー。はい、あのですね、まあ、大食いって言ってもちょっと箱的になっちゃうんですけど、うん、まあ、私たち、まあ、ちょっとねクリスマスも予定が空いてる。うんうん、ので、まあ、今日はちょっとそれにちなんで、うん、まあ、理想のさ恋バナみたいの語ってくるんじゃないのってことですよ。理想で話しちゃおう。そうそう、もう おしゃれなの。そう、そうだね。あ、すごい、おしゃれチャンネル。おしゃれチャンネルよ。え、やばい。おしゃれチャンネルってなんだよ。おしゃれチャンネルなんだ、今日は。おしゃれチャンネル。じゃあ、デニちゃんいただきますって、せっかくから言ってください。せーの、いただきます。やばっ、やばっ、やばっ、これやばっ。キリーン、キリーン。うわっ、匂いがすごい。あれに、うわー、やばいね、パンが。パンが、うん、普段食べる、うん、ケンタッキー、うん、食べるけど、でも自分からっていうかは家族で、じゃケンタッキーさ、いい肉の時から安いじゃん。あ、匂いがする。確かに、うんうん、そういう時とかに、うん、結構お母さんが食べるって言ってくれて、うん、その時からかも。素敵。うん、やっぱさ、一人暮らしだとさ、ウーバー作っちゃうからさ、そう、ここに頼んじゃうよね。うん、もさっきさ、ウーバー頼むとか言っといてさ、うん、りょうこ、めっちゃ自分でさ、作った料理にしてくれたの。え、うん、え、すごかったよ、あの、一時期の自炊してた頃のご飯の写真たちがあんのね、うん、すごい優雅にさ、なんだっけ、あれフレンチトーストとか作ってた。え、うん、あ、そう、いや、すごいの、壁の横に、棚の横にフレンチトースト作って食べてる。見る。お、やばい。え、おいしそう。うまそう。フレンチトースト見てなさいよ。うわー、おいしい。やばい。美味しそう。と最初の3ヶ月だけ。最近さ、なんか仲くなってきたね、うちら。急に、どうしまって。前より、うん、それこそさ、最後終わってから残る時間とかめっちゃ長いじゃん、うん、うちら。うんうんうん、それで、なんか思うね。あ、仲良くね、みたいな。今日は何しようかな、うん、今日は早く終わる予定でスタッフさんも早く帰宅する予定らしいんですけど、8時まで怖い話する。やだやだやだ、待って、そっちに帰ったらダメですからね、皆さん、ね、帰れないじゃん、怖くて。ダメだよ、帰ったら。オリタのおすすめの怖い話。いきなり振られた、いきなり振られた。はぁ、クリスマスか。ね、なんかこ、だってさ、ここにいるみんな何ぼっち言わないでいたのに、あえて。まあ、りょうかも。目覚まそう。現実見る。うちまだ募集してるから枠開けんの。まだ諦めてない。枠開いてます。マジ、今なら誰でも行くわ。ええー、黙っとけ。あんたも惜しい。嘘、冗談でしょ。姉ちゃんね、うん、あの家族とパーティーやねんな。めっちゃいいよ。家族結構仲いい、姉ちゃん。めっちゃいいね。いいな、楽しそう。弟だっけ。ルールはお家どうするの。うん。今年、うん、お家で一人ですよ。もうなんかごめん。ねえ、もうえぐった。いや、流れ的にほらね、2年前に中学の友達4人で恵比寿ガーデンプレイス行ったんですけど、ね、イルミネーション見に、うん、でもほんとクリスマス当日だから人すごくて、カップル歩いてて、彼氏欲しいよねみたいな話なの、うん、そしたら道端のカップルに鼻で笑われて、えっ、ぐさり、うん、はいはいはい、理想のクリスマスデート選手。じゃあ、森田さんもどうぞ。いや、それは言い出しの方がいいから。じゃあ、ねるちゃん、飲んでねるちゃん。ねるちゃん、デート行くのはどこがいい。イルミネーション。おー、安定、うん、
場所とかないの？行ったらどこでもいい？家がいい、やっぱり。ルルは？ルルは、まあ、スタバに行って、わお、スタバで、まあ、クリスマスの飲み物があるじゃん。あるある。はい、わお。それを持って、どこ行っちゃう？次どこ行くの？次どこ行くの？次はどこ行くの？ユニバ。スタバに行くの？ちょっと待って、取り消し。あの、スタバ持って、映画館ですね。映画館、いいじゃないの。おお、でもいいよ。私は、はい、なんだろう。でもディズニーとか人すごいのかな、やっぱりクリスマスね。すごいな、すごいね。ってなったら、あえてあのディズニーのさ、横にイクスピアリみたいなのじゃん。わかります？イクスピアリっていう、そこからなんか花火も見えるし、ディズニーの。そう、なんか結構ね、ちょっとディズニーっぽい要素あるから、そこでなんかゆったりデートでもいいかもしれない。めっちゃそう、最高だ。まあ、3時集合。おー、遅め。一発目ご飯食べて、でなんか彼氏とスタバ行きたくなるの分かる？好きな人とスタバ行きたくなる。え、そうなの？そういうものなの？うん。え、それでホットとか頼むの？で、一緒に持って、ちょっとあのその辺のイルミとかさ、プラーって一緒に見るの、歩いて。めっちゃいい。僕歩きがいいね、確かに。うん、一緒に歩きながら、綺麗だね、綺麗だねってやって、あ、回復するだけ。彼氏に、お車で、おレベルを家まで送ってもらう。あ、特にどこにも寄るわけでもなくってこと。うん、なんかいつも通りの日常を普通に彼氏と過ごせればそれでいいかなって。めっちゃいいじゃん。なんか最後クリスマス待ってたの中3だもん。ねえねえ、ないえ、りょうかもない？クリスマス好きな人と過ごしたこと、え、マジ？ルルもおかしい。ある？あるある。その時何したの？え、貴重だね。うん、ルルだ。ほら、ほら、ほら。そんな貴重？うん、貴重だと思う。ルルあんの？ルルなんだ。ルルだよ。あんまり聞かないの。あんま言わない。え、普通にご飯食べて、昔ね、夜にマフラーあげた。かわいい。そう。クリスマスってさ、結構ガチガチにあげるもん。なんかそれこそさ、ネックレスとか、そういうのではなく、マフラーとかも。なんか、中3の時に、それこそ、付き合ってたわ。クリスマスの時にくれたんですよ。え、くれたの？セヨナラ。カエル化系でしょ、絶対。え、ちょっと、気をつけろ、気をつけろ。アニメの、あのフィギュア。多分、ちょっと、違う、そういうんじゃないの？靴下とか。靴下とか。ルゴール。違う。目覚まし時計。違う。全然クリスマスっぽくないじゃん。あ、クリスマスっぽいの？え、中3のブレみたいな。カバンとか。ブランド。指輪、指輪。あ、そう。え、ガチで。しかも、イニシャルルの指輪もらったの。すごい。中3ね。なんかちゃんと私のお母さんと連携してて、なんか私が寝てる間にお母さんと指輪探っててみたいな。お父さんと彼氏がやってて、すごっ。なんかそれがあったの。だからそれ以上のものってなんだろうとか思っちゃって。確かに指輪ってすごいね。でも別れてからもさ、物とか捨てられないの。私指輪とかもだからそのままで捨てはしない、うん、かわいそう。そうだよね。なんかくれたもの。確かに確かに、うん、え、それこそさ、 LINE とか別れた人の LINE 消す。そうそうそう。消す消す。ルル消せるよ。あ、誰かな。画面越しだとなんか涼香様って感じしない？うん。だけど、ここだとなんかもう涼涼香。ね、やだ。え、いいじゃん。しかも涼香、涼香がこうなってんの超重大チャンネルだけだから。他の時多分こんなんじゃないもん。なんか超重大もうで、わあ。わあ、マジか。いや本当に。ぬるちゃんとかそれこそどうだった？あ、確かに確かに。一番なんか、うん、なんかおひ、なんて言ったらいい？プリンセス。うん、プリンセス。なちゃちゃちゃ、なんか、なちゃちゃちゃ、なんて言ったらいいか。映像と会ってみての違い。めちゃ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 話しやすい。おお、あ、嬉しいな。うん。おねねちゃんってさ、男の子に甘えたりする。思った。確かに。どう？うん、甘えないの？誰に甘えてるの？
親とかとはまた家族とは別ってこと？うん、甘えないかも。わかんない、わかんない、わかんない。こことかはどうなの？それこそさ、甘えてる？そんな、ここが一番かもしれない。なんだ、嬉しい、嬉しい、すごい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 、わかんない、ありがとう。か、髪の毛すごい、ね、可愛い、嬉しい、持って帰りたい、家に。お前じゃあうち来る、うち来る、うち来る。幸せだわ、なんか女の子で癒されるとか思ったの初めてかも。なんかあんまりさ、女の子とかの方が可愛いとは思うんだけど、ねねちゃんはみんな可愛い可愛いで終わるんだけど、うん、なんか、うん、もう衝動、なんて言うんだろう、本当に飼育したい、こっちが飼育したい、癒されるよね、癒される、そう、飼育怖い怖い、今考えた。来れてないじゃないですか、です舞台でね、舞台がね、ゆうかさん、まあ、それも込みで、うん、ちゃんとゆうかに伝えて、できたら行ってねってゆうかに本来で伝えよう、頑張ってね、本当頑張ってゆうか、もっちだけど、やっぱでもこうやって集まったら楽しい、うん、楽しいよ、楽しいよ、うん、クリスマス曲とかもやりたいですね、やりたい、あ、やりたい、でもちょっと動いてくれてるっていうのは聞いてるので、楽しみにしてる、もっちじゃねえぞ、もう